さん、石川県住みます芸人ブンブンボールです、はい、今日はですね石川県でも愛されているグルメを紹介しますけども、はい、今回ねそのグルメを、作ってる場所がですね、こちらになりまして北陸製菓さんの金沢最初、うん、こちらのお店の方で、紹介させていただきます。いや本当にね、はい、僕たち小さな頃から食べている美味しいやつなんでね。そうなんですよ。中でいただきましょうよ。はい、では早速いきましょうか。はい、あー、お邪魔しよう。早速ありましたよ。ありました。僕たちが紹介するのはこちらです。はい、揚げあられビーボー。これも大好き。これですよ、ね、もうね、はい、小さな頃から本当にね、あのなんなら僕たちの親世代も、はい、結構小さな頃からだってここにも書いてあるけど、あの1970年からで、うん、今年50周年だ。いいよね。これだけ愛されてますから。うん、ね、うちの母ちゃん生まれてないんじゃないかな。がっつり生まれてるわ。がっつり生まれて、がっつり受験かなんかしとんじゃない。それぐらいの年や。いやでも俺らは生まれてなかったからね。でまだね、うん、でまたこのキャラクターね、これが可愛いんですよ。そうです、これね、これ昔からなんですけど、リーダー君。しかもこのビーバーくんの、ね、こうやってぬいぐるみとかね、うん、タオルとか、そう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 、グッズ化されるほど人気なんですよ、ね、石川県では本当に馴染みがあるキャラクターなんですよ。めちゃくちゃ可愛いなこれ。いや、ほんと、いや、うん、いやこれで汗かいたら湧き吹けー。湧き吹けなよ。おでこぐらいにしてくれ。早速ですけども、そうですね、お店の奥の方をちょっとお借りして、はい、ビーバーいただきますか。だね。すごい、ちょっと見てくださいよ、これ、うん、俺たちの身長と同じぐらいのぬいぐるみ、うん、すごい、さすが、こういうの乗るよね。ねえ、これなんか記念撮影したりするんかな。あー、そうなのかな、うん、本物、まさかの本物のビーバー君。動くビーバー君やった。なんで、すごい、結構長い間待ってくれとったよね。結構な間じっとしとったよ。すごいな、ちょっと。あ、そうなんや。あれ、ね、謎のままですけども、これなんかバスケのボール持っとるね。バスケットボール、バスケットボールこれ持ってるのは、まあ、ビーバー君が、まあ、得意なのがバスケットボールっていうのがあるんやけども、うん、これあのもしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、このビーバー、あのバスケットボール選手 の八村塁さんが、はい、大好きっていうのを発信して、もうすごいね話題になったんですよ。そうなんですよ。そう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 、もうね、あのこのビーバーっていうのは香川生まれ、石川県の香川生まれなんですけど、北陸育ちって書いてありますから、北陸の皆さんに愛されてるお菓子もあるからね。さあ富山の方だよね。うん、ね、ビーバー君もうめっちゃ動くからね、はい、後ろのお菓子ガツンだお店もう距離感が、ね、分かってないからねお菓子、お菓子大事やから、大事やからね、うん、いただきますか。ビーバー君も食べていきましょう、はい、あ、じゃあまず、うん、そっちの、はい、ノーマルの方から。そうやね、ね、はい、いや、これ大好きやもんね、本当に。まあ、石川県ではね、コンビニとかスーパーに当たり前に売られてるんですよ、はいはいはい、こんな感じの、うん、はい、ね、いただきますか、はいはいはい、ね、あれって一つでいいの？あ、あれいく？これあれいこうかなと思って。これね、そうビーバーをね食べるとき、うん、みんなこの2本使ってやるやつがあるんやってね。そうなんです。絶対やりますか、ビーバー食べるときみんな。はい、はい、そう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 。こうやってやって準備できた？はい。いいですか？じゃあお願いします。違うか、怖い怖い怖い。そんなんじゃないから。え、これ三軍の鬼や、これは。いつも三軍の鬼やらん。違う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 、んそうじゃないやろ。違うの、わかるやろ。あ、ちょ、やり直して、ちゃんと。こんなんやりません、みんな。もっと